サッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。本日の実況は私、真鍋優が担当いたします。キックオフのホイッスルが鳴りました。前半45分、始まりました。画面に向かって左から右へ攻めるのが京都サンガ、反対に右から左に攻めるのが、おっと逆襲です。ゆっくりとパスを回します。細かくつないで、そしてパスをつないでいきます。一旦下げます。大きな縦パス、大きくクリア、フィニッシュの形まで。も今のはレッドでもおかしくないでしょう。フェアプレーを徹底してほしいです。京都サンガ、得点の糸口にしたい。慎重にボールを置きました。細かくつなぎます。後ろに戻して、短いボール、センタリング、シュートだ。ゆっくりとパスを回します。スルー、蹴りました。ゴール、ゴール、ナイスです。決まりました。これぞプロのテクニックです。サポーターも盛り上がってきました。さあ、それでは VTR でもう一度ご覧ください。高木、まさにアートそのものです。細かくつないで、おっとシュート、ゴールラインを割りました。さあ、ゴールキックです。スルードリブル、そしてパスをつないでいきます。速いパス回し、前に送る、大きくクリア、ヘッドで流す、シュート、よく飛び出しました。ゴールラインを割りました。コーナーキックです。これは一つの山場になりそうです。パンチング、ここからどう持っていくのでしょうか。長いボール、細かくつなぎます。後ろへ、今前半を終了しました。京都サンガ、何としても追いつきたい。キックオフのホイッスルが鳴りました。後半45分、始まりました。京都サンガ、もう少し守備を固めていかないと辛い展開になりそうだ。京都サンガ、左サイドを意識しています。短いボール、ゆっくりとパスを回します。ここからどう持っていくのでしょうか。おっと逆襲です。5分経過、フォローが欲しい。フリーキックです。慎重にボールを置きました。直接いった、ふわっとゴールラインを割りました。コーナーキック、このコーナーキックを大事にしていきたいところ。ゴール前に紫のユニフォームが集まります。10分経過、序盤から両チーム激しい展開です。積極的なディフェンス、細かくつないで止めている、強烈な右足、ゴールラインを割りました。コーナーを取りました。さあ、このセットプレーを大事にしたい。ゴール前に紫のユニフォームが集まります。
一旦戻します。ヴェルディ川崎、ディフェンシブなフォーメーションを引いています。そしてクリア、ナイスディフェンス。これはチャンスです。シュート、ゴール、ゴール、ドンピシャです。さすがの一言です。目の覚めるようなシュート、ヴェルディ川崎ダメ押しのゴール。リプレイです。三浦、相手の動きをよく見ていました。25分経過、京都サンガ左サイドを意識しています。パス、スペースを使われた。後ろに戻します。もう止められません。当たりが弱い、ふわりと浮かせるヘッドでクリア。細かくつなぎます。これはイエローカードだ。クリーンなプレーを期待します。京都サンガフリーキックです。直接狙っていくのか。さあ京都サンガチャンスです。直接いった、壁に当たり、蹴りました、ゴール、ゴール、決まりました。お見事です。キーパー及びません。リプレイが出ました。では見てみましょう。こんな素晴らしいシュートがかつてあったでしょうか。短いボール、ゆっくりとパスを回します。細かくつないで、35分経過、そしてパスをつないでいきます。前に出す、ヘッドで流す、速いパス回し、細かくつなぎます。後半残りわずか、さあ時間もなくなってきました。京都サンガ最後まで投げてはいけません。ドリブル、クリア、ヘッドで流す。サポートが遅いですね。守りが甘い、いい形に持ち込んだ、執念を見せます。クリア、フィニッシュの形まで持っていけない。短いボール、当たりが弱い、おっとシュート、スルー、決定的チャンス、ゴール、ゴール、素晴らしい、芸術的です。素晴らしいテクニックです。京都サンガ2点、ヴェルディ川崎2点。ヴェルディ川崎、動きが悪くなってきましたか。リプレイで出ています。黒崎、いい時間に得点を挙げました。ここで後半終了の笛が鳴りました。両チーム譲らず延長戦に突入します。キックオフのホイッスルが鳴りました。一瞬のミスが命取りになりかねません。勝利の女神はどちらに微笑むのでしょう。延長前半15分始まりました。細かくつないで、ここからどう持っていくのでしょうか。センタリング、クリア、守備には定評があります。そしてパスをつないでいきます。速いパス回し、執念を見せます。細かくつなぎます。シュートだ、ゴールラインを割りました。さあゴールキックです。中へ送る、ここで延長前半終了。両チーム譲らず延長後半に突入します。
ホイッスル、試合開始です。両チームここで決めてしまいたいところです。お互い全てをぶつけてほしい。延長後半15分始まりました。京都サンガ選手交代があるようです。三岡アップしています。誰と変わるんでしょうか。京都サンガ選手交代し流れが変わりますかどうか。中へ送ってくる短いボール、狙った、ゴールラインを割りました。ゴールキックです。審判が時計を見ている。ゆっくりとパスを回します。細かくつないで、チャンス、チャンスです。スルークリア、ナイスディフェンス、クリア。ここは回り込んでいます。ゴールラインを割りました。ゴールキックです。一旦下げます。ここで延長後半終了。両チーム全くの互角、 PK 戦。延長戦で決着がつきません。 PK 戦に入ります。勝敗の行方が全く分かりません。京都サンガ1人目のキッカーはシーラス、よく入りました。目の覚めるようなシュート、ヴェルディ川崎。1人目のキッカーは前園、ナイスキック、これはパワフルでした。京都サンガ2人目のキッカーは岩本、よく入りました。目の覚めるようなシュート、ヴェルディ川崎。2人目のキッカーは三浦、すごいキック力が炸裂、これはパワフルでした。まだまだわからない。京都サンガ3人目のキッカーはジュニオール、よく見ていました、これはパワフルでした。ヴェルディ川崎3人目のキッカーは高木、京都サンガ4人目のキッカーは森安、さすがの一言です、これはパワフルでした。ヴェルディ川崎4人目のキッカーは北沢、信じられません。この白熱の一戦、パープルサンガが制しました。敗れたヴェルディの選手たちにも拍手が送られます。白熱した展開に思わず叫んでしまいました。満足できる内容だったのではないでしょうか。